スタートしました。ほぼ揃ってまず先行争いです。8番セイウンプラチナ、楽な感じで先頭に立ちます。1周目の3コーナー追って10番サトノクロークが2番手、3番手は6番鳳凰エクレール、今3番手並んでいった14番バーンフリート、こちらが単独3番手に上がりそうです。内は2番ダノングロワール、11番ジオフロント、各馬が静かに4コーナーをカーブしていきます。中段4番レッドベロシティで、9番エリカ・バレリア、12番エクセレントタイム、中段後ろ4コーナーからホームストレッチ、内は1番の鈴鹿のロッソです。差がなく3番キントリヒ、外は7番のサザンナイツが続いています。後ろの2頭は13番シルキーボイスと5番ロードプレジールです。大観衆の大きな拍手、歓声の中各馬がホームストレッチを通過、ゴールの前を通過します。8番セイウンプラチナ先頭、リードを3馬身4馬身と広げて1コーナーに差し掛かります。2番手10番サトノクローク、3番手外14番バーンフリートで1コーナーのカーブです。先頭8番セイウンプラチナ、武豊騎手がペースを作ります。リード3馬身で 1,2 コーナー中間、残り1400の標識を過ぎました。2番手10番サトノクローク、3番手2馬身差、14番バーンフリート、2番のダノングロワールが4番手、5番手6番のホーオーエクレールで向こう上面に入ります。 2,3 馬身相手4番レッドベロシティ、ここは先頭までは10馬身と少し向こう上面に入りました。3馬身差でオレンジの帽子2頭、11番ジオフロント、12番エクセレントタイム、後方は1番鈴鹿のロッソ、7番サザンナイツ、並んで9番のエリカ・バレリアです。3番キントリヒ、5番ロードプレジール、最後方13番シルキーボイス、3コーナーのカーブへと差し掛かります。8番セイウンプラチナ、依然先頭800を切ります。3コーナーリードを3馬身キープして短期先頭3コーナーに入ります。2番手10番のサトノクローク、少し差が広がったか。3番手は14番バーンフリート、4番手ジョッキー促しながら6番のホーオーエクレール、 3,4 コーナー中間、内2番のダノングロワール、外4番のレッドベロシティ進出、先頭まで 6,7 馬身の前から6投目、その後は12番エクセレントタイム、11番ジオフロント以下、4コーナーカーブ、後続を引きつけて8番セイウンプラチナ先頭、リードを1馬身保っている。2番手は10番のサトノクローク、3番手から接近14番バーンフリート、外へ切り替えて2番ダノングロワール、200を切って坂を登ってくる。あと後続は3番キントリ、4番レッドベロシーなど100を切る。8番セイウンプラチナ先頭、1馬身リードを保った。10番サトノクローク2番手3番手が接戦、セイウンプラチナ逃げ切ってゴール。